スニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のサラエボ県にあり、サラエボを構成する四つの自治体のうちの一つ。サラエボで最も古いスタリグラードと、より新しい区画である、ノビグラード、ノボサラエボの間にある。センタル自治体は、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都であるサラエボの行政、ビジネス、商業、文化、教育、医学の拠点である。 各方面において、センタルは、サラエボの中核を成しており、国家や、市などの観光庁が集中している。センタル自治体には3313ヘクタールの土地があり、そのうち17%近くが住居である。全面積のうち、それぞれほぼ半分に相当する1600ヘクタールが、私有、1713ヘクタールが公有となっている。自治体では、 5月2日を、センタル自治体の日として祝福する。これは、ボスニアヘルセゴビナ紛争における、セルビア人勢力による、ボスニアヘルセゴビナ大統領評議会への攻撃から、勇敢に守り抜いた市民らを称えてのものである。センタルはまた、サラエボオリンピックの会場となった多くの施設を、有している。サラエボ包囲によって、センタル地域は、壊滅的な被害を受けた。 攻撃前の段階で、センタルには7万9000人の人口があり、そのうち多数派を占めるのは、ボシュニャク人であった。7000人の市民が紛争中の攻撃によって、殺害され、また主要な戦闘がこの一帯で行われた。また、多くの強力な地雷が埋められていた。しかし、2003年12月、政府は、センタル地域から、 すべての地雷を取り去ったことを宣言した。合計126.598人、合計79.286人2002年に行われた政府による調査によると、センタル自治体には8万人の人口があり、うち82%は、ボシュニャ人、12%は、セルビア人、4%は、クロアチア人、2%は、その他となっている。 エスティメーション、トータルナンバーオブプレゼントポピュレーションバイエイジ、セックスカントンズミューニシパリティ、30準2007。フェデラルオフィスオブスタティスティックス、フェデレーションオブボスニアハーツゴビンナ、2008年4月3日、閲覧。ありがとうございます。